ハーケちゃん。いやいいでしょ。ああこれダメかもしれない。面白くないかもしれない。これ面白くないかもしれない。ダメかもしれない。これダメ。どうも東京テイサーの拓哉です。お願いします。はい、いやうんこチャンネル。うんこチャンネルです。いややってるのはもちろん知ってるよ。あ本当ですか。ありがとうございます。それこそサーヤ特番とかサーヤの方には一回何回か出させてもらって。神社はね。あそう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 。はいはいはい。なんで呼んでくれたのよって話よ。いや仲いいというか。そうね。そう友達だと思ってるから。いやもうただの友達でもただの友達を何か呼んでくれた理由があるでしょって。いや、やっぱりその、ツッコミうまいじゃないですか。いや、全然そんなことない。ツッコミうまいっていうのと、あとその、まあなんか、風の噂で聞いたんですけど、その、俺も、ララチューン、ラランドやってる YouTube の、企画とか、構成に何も関わってない。あ、そうなんだ。で、なんか、武田さんもそうだっていう。もう全く関わってない。作演出のとこに名前が入ったこと一回もない。単独でさ、あるじゃん、はいね、その最後のエンドロールで作品、はいはい、サーヤとかさ、はいはい、それこそライブとかさ、はいはいはい、そので、まあ、うちだショーゴとか、はいはい、もう一回も書かれたことない俺の名前すっこねえって思うそうっすよね、そ俺もそうだから多分一緒なのよだからそう俺も YouTube 撮るとき YouTube 基本的にショーゴと、はいまあ、編集とまあちょっと作家的な感じでシロベってやつがやってくれて、はい、この二人が話し合って、はい、で、YouTube 撮りますって時に俺が行ってそこで聞くっていう、はいはいはい、状態なわけよなるほどねで自我はないよねそこにね我々って俺もそうですよそうだよね、はい、別になんか何やりたいとか何にもないしから何やりたいもないタイプあんまないです別にその YouTube で何かをやりたいとかは、うん、でもさちょっと本当にその何かをやり俺もないのよあないのねでもないというかないんだある人みたいに言ったからある人のなんか反抗の仕方だったから今いやなんかなんだろうその、はい俺が考えるものより、うん、絶対にショーゴとかが考えた方が面白くなるわけ。なるほどなるほど。だから、俺が入っちゃうと、だから俺がたまに意見するのよ。いや、こういうのこうしとくんじゃないですか。はいはいはい、そしたら、編集のやつに黙ってって言われるんですよ。もう俺が入ることによって、もうぐちゃぐちゃになるから。はいはいはい。そう。でも、その、だから、ないわけでしょ。それもでもやっぱ、その、もともとコンビ組んで、うん、そのネタとか考えるときに、うん、最初は意見とか多少出してたじゃないですか。もちろんもちろん。それをだからそのずっとそのはい黙ってってその言われ続けたからこうなってるっていうめっちゃ怒られないいえそのなんかな何言ってたお前みたいな空気になる時もあるじゃないですかいやあるよマジであるよ本当にそうそうそうだからそれの積み重ねでこうなってしまっただけで、うん、そう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 なんか我々も意見はあるじゃんそうあるちょっと言おうぜその俺らもそう俺そういいねいいじゃん俺らも意見はあるじゃんそうもともと言ってましたからねそう意見はあるけどやっぱり叶わないんだよねそう面白くないんですよショーゴとかサーヤにそうそうそうだから言わなくなっちゃった今があるってことだよねそうですそうですそうだから我々は、うん、何も言いたくないとか参加したくないってわけじゃないんですねそう迷惑かけたくないっていうそ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 うなんだよ我々が入ることによって迷惑になるんじゃないかとそう俺のせいでなんかその会議がそうそう収集がつかなくなったら嫌だなっていう気持ちいやだから分かるよめちゃくちゃそれはそうだから元々意見がないっていうよりは思いつくことがつまんなくてそう出すのがもうおこがましいっていうそ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 うもう企画にするようなものじゃないっていうことになってそうそうそうでもこの間6名間で、はいはい、サーヤとそうそうね喋ってましたよね楽屋でもちょっと喋ったけど、はい、ちょっともう西田、はい、言ってたよでもその なんて言ってたのやっぱあいつはちょっとなんかやる気がないいやでもまあ、いやそのやる気が分かんないその、はいはい、そのさ各々のコンビ感ってあるはいまあ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 そのまあ仲いいとこもあれば、はいはい、っていうのがいろいろあるから、うん、まあ口出しするようなことじゃないけど、うん、でもなんかやる気ないわけじゃないやる気ないわけじゃないもちろん多分あこのなんか映像で残るもので初めてじゃない、はいはい、西田の肩を持つ男で、ね、多分そうだと思うんだけど確かにその負け戦で分かるどっちに加勢していやそうなんだよなこれな加勢したら負けるんだよな加勢しても負けるからねいやでもやる気ないわけじゃないやる気ないこれそれ俺すごい分かるもちろんそうそうそうだからそこを見てほしいよねそうなんかその変にやる気を発揮させたら迷惑がかかるからそうっていうところもありますよねでどん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 口数が少なくなっちゃって、うん、なんか機嫌悪いわけじゃないけど、はいはいはい、そう見えちゃうっていうねそういや分かる分かるそれはやる気ないわけじゃないですもちろん仕事にただその迷惑をかけないという自己防衛ですいやでもそうでもなんか俺うんこチャンネルちょっと見たありがとうございますありがとうございますそうでもなんかその2人でなんだっけゴルフのやつ
イベントでなんかこう回りましたみたいな、はい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 、で回ってなんか動画撮りますみたいな、はいはい、いやお前もそうだけど、うん、そのライプさんもそのなんか、うん、なんか完全に売れ切った2人みたいな喋りしてるよ。そのあれ良くないわ、その2人揃って良くないわ、その完全に売れ切ったあれをちょっとねいただけなかったな見てていただけないなと思った。あれは最近ちょっと変わりつつあるんです、それが、うん、そうそう、昔は本当にそのコスパで撮ってたからそれも言ってたよ、サーヤがコスパよく撮ってたから気合が入ってないっていう、はいはいはい、怒ったっていう話もしてた。ああそうですか。だからもうちゃんとケツ叩いたっていう話もしてたし、でもまあまあでも分かるよ、そのなんかそあの一緒なのよ、その、はい、我らって我らってその調子乗るとさ、はいはい、人が調子乗ってるよりも調子乗って見られるじゃん。あでもこれ分かんない、この感覚。分かります。そうだから俺は自分の中で調子乗ってないぐらいが調子乗ってるに見えるのよ。あなるほどね。そう分かります。だからここの気持ちの持ちを変えてったら、はいはい、めっちゃ変わると思う。あそこの調整をうまくやったらいい。そうで自分の中ではこれ調子乗ってないよっていうスタンスでも、はいはい、それでも調子乗って見えるから、うん、見える絶対見える。もう一個下げて、うん、我らはそのもう全ての人間の最下層だ、うん、俺一回言われたの翔吾に。そこまでその自己肯定感を下げなきゃいけない。俺言われたの翔吾に。そんなこと言われてるんですか。お前は全人類の一番下だと、うん、その自覚を持って行動しなさい。なるほどなるほど。でもそれでも俺だって自己肯定感高い方だから。高い、割と高いと。そうだから高い方だから、うん、最下層だと思ってても最下層に見えないから。あーなるほどね。そうこれめっちゃ大事だと思う。やっぱその自分を一番下だと思うことが大事。もう一番下、マジで一番下。え普段からずっと思ってるってことですか。もう思うようにしてる。もう寝る前とか、ね、起きた時に一回思って一日始める、うんうん、俺はこの世の中で全員の下だと。最低のライフハックするな自分を一回最下層だと思い込んで朝始まるんだ。全ての全員の下だっていう風に思って生活してる。ああなるほどね。でもそれがすごくいいかも。ああまあそうか。いやでも分かる本当に。その調子乗っちゃう、乗ってる風に見られちゃうのはでしょ。マジであると思うんです。そう普段そんなにね別になんかいっぱい喋んないのに、そう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 、急に喋り出したりとかしたら、うん、なんかあいつ調子乗ってんなって多分見られてんだろうなっていう。そうだからそうなりがちだからね。はいはい、はい、あなるほどね。いいこと聞いたわ。いやだから本当に最下層だと思う今日からこれを機に。これを機に俺たちはそんな悲しいことあるんだ。全然だってだからもうちょっとだから2人でちょっと意見交換しようよ、はいはい、ああいいですよ。プライベートでも。はいはいはい。そうちょこちょこね、飯行ったりするんですよ。飯食い行ったりとかはね。最近ちょっと誘ってくんないね。これが調子乗ってると思われるやつ。いや、俺もサーヤと喋るときと、西田と喋るとき、人が変わるんだよね。変えないでよ、態度。いや、サーヤと喋るときは、俺やっぱその、ちゃんとした人だと思われたい。あっていうのがあるの。やっぱその、はい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 。やっぱその、なんつったらいいんだろうな、やっぱ。サーヤとはこう、うん、なんかいい意味で対等にいたいっていう気持ちがある。あちゃんとだからその芸人としてそう芸人としてのアプローチをサーヤにはした。ああなるほどなるほど。西田にはねその気持ちが1ミリも芽生えないんだよマジで。確かにまあそうかもな。全く芽生えない。俺も別になんかでないでしょ。芸人としてどうとか別にそんなにない。だってその一応こっちが先輩だ。先輩ですよ。マジでリスペクトないでしょ。いいリスペクト。じゃリアルな話、リアルな話、マジでリアルな話。リス、あの、好きなんですよ、漫才。いや、めっちゃ嬉しい、それ。オレーソンさんの。いや、俺らもサーヤ、サーヤじゃねえや。サーヤじゃねえや。ラランド大好きだし、はい。そう、し、YouTube とかも見てますし。いや、嬉しい。そう、面白いなとは思ってるけど、うん、その、リスペクトかって言われたら。でしょ？そう、好きっていうだけ。そう、だから俺だって、俺、佐久間さんに言われた言葉で、めちゃくちゃ衝撃的な言葉があって、その、俺、佐久間さんに、語彙力のない西田だって言われたもん。そんなこと言われんの佐久間さんに。だから俺はもうそれも言われた時も俺は人間の最下層だから全然西田より下です、西田より下ですって思って俺は暮らしてる。そんなひどいこと言われるんだ。そう意味のあることやりたいね2人で。そうっすね。なんかその意味のないことばっかりしてる。そうなんかその飯食いってもさ意味のないじゃん。確かに別にじゃあ俺と飯食いってさ、はい、エピソードあるってなったらさ
ないここなんだよ。そうっすね、ここなんだよ。私なんかその次につながることは一個もないです、ね、そう、なんかここでなんかどっか行ってなんか事件起きましたみたいなのもない、はいはい、互いにつまんないから。そうですね、そ話になるようなことが起きないんだよ。しかもそのお互いその面白、そういう意味で面白くしようって気がないですもんね。そう、全くない。その場のなんか、まあ話は別に面白いけど、で別に熱い話もしないじゃん。しない、意思がないから。互いに大体だからその、ここ2人とあと、栗谷さん、栗谷さん、栗谷さんと、まあもう一人いたり、そうね、石橋がいたりとかね、石橋さんがいたりとか、矢崎、全問記の矢崎、ちょっとだからさ、マジでさ、このチャンネルでいいからさ、なんか意味のあることをなんかやろうよ。そう、やってくれるんですか。いや、もう当たり前じゃん、もちろん意味のあるなんか、うん、やりましょうよ。やろうよ。何がいい。うわー、確かにそれが二人とも出ない。そうなんだよな。それなんだよ。だから元に戻るの話が結果そう、それが出ないんだよな。あー、きちー、分かんないから、きちー、作家に考えてもらえるんですか。かはもう見てる人がね。ああ、確かに、なんか意味のあること、もうめちゃくちゃ多席だけど、もう見てる人に、ね、この二人で見たい意味のあること、はいはいはい、西田健で、そう、なんか意味のあることをしよう。意味のもうだから、ちゃんとなんか企画になって話になること、うん、確かに確かに。だからこれで一個お互いエピソードを持って帰ろう。確かにそうですね。でどっかで仲いい芸人誰ですか、はいはい、みたいな話ができるものを。確かに確かに、今後につながる、それを見てくれたテレビマンが、そう、この二人、あ、いいじゃん、この二人でなんか、その、それこそサーヤとさ、はい、車みたいなものを俺らで作ろうぜ。何にもないもん、俺。そう、そういうの。だここで、ここで、もう新進気鋭のテレビマンが、確かにね、テレビを作りたいって思うようなことをやろうよ。そう、それがあったらいいんだ。そう。俺も別に車ともともと仲良かったんですけど。でしょ、別にその考えたら、その意味あることを車といるときに俺喋ってないんですよ。そう、だって見た、別にはあるけど、車と西田って見たくない。別になんか得るものがなさそう、見ても。でもサーヤと車って見たら得るものがあるじゃん。確かにそうですね。ってなると得るものがないな。そうなってなるとちょっと話が変わってくるな。お互いが楽しそうっていうのをそのお互いのファンが見てるっていうその。バラバラとかでさ、いやそうっすね、なんかここでさ、なんかで番組立ち上げるってなんか勇気のある人とかさ、そう、生まれたらいいのに。そう、2人で見たいものとかあります？ここの2人で、西田武で、ライブはまあ見たいの。あ、ライブね、やります。あ、ライブいいかも。ライブは確かに。でも、いやでも2人でロケなん、そう、なんか、そのなんか企画がなんか別になくても、ガチガチじゃなくてね、全然見たい、街ブラ的なやつでも見たいと思ってくれる、うん、でも普通に2人が行きたいところに行って、うん、楽しみながらでも全然あるから、あー、がっつり街ロケとかでは、まあね、はい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 、行きたいとこない、行きたいところ、うん、うわあ、あります、逆に、うわちょっとこれ誰が喜ぶのこの動画。その中身ねえな、マジで本当に。あ、俺じゃあマジで神社連れてってあげるよ。ああ、神社。サーヤとスピの話結構、でもサーヤはやっぱもう地であるから、はいはいはい、やっぱそのサーヤと神社行った時もそのやっぱ、うん、ジャークすぎると、ここがなんでだよ。だこれを浄化するっていうロケをやろうよ。ああ、なるほどね。で逆に西田からも、はい、西田の好きなものを教えて俺に。ああ、じゃあそれだったらまあまあいける。何教えてくれる。うわー、何教える。いいよな、意味のない時間だよ。まあまあ読書とか競馬とか。ああ、俺読書全くしない、うん、めっちゃ聞きたいよ読書。本当ですか。おすすめ3つ持ってきてもらって、はいはい、勧めてもらって、はいはい、俺読んできて、はいはい、どれが良かったかとか。ああ、だからここもいいんだから、読書じゃん、はいはい、で本も書いたじゃん。書きました。もっと発信してこうよ、うんこちゃんの。なるほどね。そう、確かに。それじゃあ定期的にやろうよ。やりましょうよ、うん、ライブもやりたいし、正直ライブやりたい。ライブやりたい。ライブ楽しいじゃないですか。ライブ楽しいね。ライブってやっぱその何も考えてない勢からすると、始まったらもうそのまま進んでいくじゃないですか。いや、そう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 。だからそのプランがなくても意外と楽しめるっていう。2本ぐらいネタ作る。俺らでやる。オープニングアクトで漫才やって、でまあ間はまあゲスト呼んで漫才やってもらって、締めで、は
で1本ずつ考えて。いやでもなんかその30を過ぎたさ、そのちょこちょこテレビ出てるぐらいのやつらがさそんなのやるのかさ、一番ダサくないなんか。そのサーヤさんとショウゴさんがやったらその足りない2人みたいになるんけど、なんか今なんかサーヤとショウゴって聞いたらなんか見たいって思ったもん。何なんだろうこの感じ。そしたらなんかその足りない2人的ななんかこういい感じするんすよ。本当の足りない2人って俺らだもん。そうだね。そのあっちも足りてるもん。足りてる。あのちょっと話戻っちゃいます。全然大丈夫。ワンピース。はいはい。あそうだ。テイヤさんもあれ最近め一気に追いつきました。だから僕ら YouTube の中で、はい、まあ一番最初は一巻だけ見て、うん、ワンピースを考察するってやつをやって、どうなるか、100何巻分どうなるかね。そう。でそれがあって、うん、でもじゃあちょっと読み進めてやってったらいいんじゃないかっつって3年かけて最新話まで追いついた。あ3年もかけてるんですか。3年ぐらいかかった。あそうなんだ。で。あの今は最新話の普通に考察をしてる。はいはいはい、はい、そうだからもう全く僕だからアニメとか漫画を全く見てきてなかったから、最近もだからあの1話だけ読んで読み切りかどうかクイズ。あそう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 、 YouTube でやったりしてるから、はいはいはい、だからもう全く触れてきてないから。漫画アニメ触れてない。触れてない。だから触れてるでしょ。割とまあ好きな方です漫画アニメでしょ、うん、だからそれを教えてほしい、うん、ああ全然それはやりたい、うんうんうん、あじゃあワンピースの話はできるわけね。できますできますそれは、うん、ああいいね。いける。だからあのノブロック TV でさ、はい、見た。あれ見た。小田さんが、ね、小田さんがあの加賀谷さんので、ちょっとごめんね、アイドルの方の名前、グラビアアイドルかなんかの方が、はいはい、その偽の小田さんがなんか最終話とか言っちゃうドッキリみたいなやって、はいはいはい、最後小田先生が本物の小田先生がそう、あれ羨ましかったよね。羨ましい。会いたい。一回見たいですよね。でさ会えない距離でもないじゃん、ノブロック TV って。そうなのよ。あれ加賀谷さんが選ばれたけどそのタッケルさん、ショウゴさんでも別におかしくない。エラランドでもいいわけ。別におかしくないとこ。あれ羨ましいっすよね。小田先生に会うって目標にする。うわー最後、うん、なんか我々のまあそのロケとか神社とかまあやりつつ、はいはいはい、小田先生に会うっていう目標。ああ確かに小田先生ってやっぱうんこチャンネルの範囲内にいたら会えないもんね。絶対に分かんない。見てるかもよ小田先生。お笑い好きじゃん。確かにいろんな YouTube 見てるっていうのはね言ってますからね。見てるかも。だからうわここを目標にしようよ。じゃあ小田先生に会う。そう2人で。だ小田先生に会うロケとかしようよ、うん、その小田先生が出没してるであろう地域にストーカーだから小田先生がよく行く店とかに行って。なるほどね。小田先生のリサーチをして、はい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 、どうやったら会えるかみたいな。確かに確かに。大丈夫ワンピースは、はい、にわかで喋ってないんですよ。バカ野郎おい。大丈夫だ。大丈夫ですよ。大丈夫ね。ワンピースはもうずっとちゃんと読んでます。ちゃんと読んでる。読んでますよ。ああよかったよかった。オッケーオッケー。ちょっとだからやろうよマジで。だからそのまあロケだったり、そう。そのまあライブを目指すとか。すごいね。やっぱまとまってないのがすごいよ。こんだけ喋って最終的にやっぱなんかいろいろ出たけどまとまってないのがやっぱ我らだよね。まあいろいろライブロケとかどう YouTube とかもやって、そうね、最終的に。まあそのバラバラとかに選ばれるようになったりとかもしたいし、だからそこ、いや、まあ、小田さんもそうだけど、俺でもそこが一個目標でいいかも、うん、バラバラ大作戦に2人で番組を持つっていうのがでかいですよね。そこだからこれはみんなでチーム組んでやろう。いやそうですよ。これは頑張ろう。これやろう。うん。最終的に小田さんに会う。そうそう。バラバラで小田さんに会う。バラバラ。これがもう最終目標。最終目標。OK やりましょう。やろう。これはマジで動き出そう。現地取りましたからね。おい全然マジでマジでやろう。大丈夫ですね。全然大丈夫。やろうやろう。これはじゃあ作家の2人に考えてもらいます。そうですね。よろしくお願いします。あと視聴者の皆さんにこういう企画が見たいぞっていうのをぜひ送っていただいて。ぜひ。そうですね。我々はその意見を参考にさせていただきます、参考というかもうほぼ 100% ほぼ 100% 全部に乗っかりますんで。だからそれもできるじゃん。バラバラで視聴者からもらった企画を全力でやる。確かにね。全部ちゃんとやる。そうよ。基本的にその拒否権を発動することがあんまない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 から。基本的にはない。これでもなりそうじゃん。そうですね。いいね。ちょっと皆さんぜひよろしくお願いします。